こところのニュータウンは、秋田県秋田市に位置するニュータウンである。事業主体は、独立行政法人都市再生機構であり、秋田県と秋田市が協力して、事業を進めている。1985年10月に帰港したが、その後計画人口が縮小され、現在の計画では、施行面積約380ヘクタール、計画個数2370個、計画人口。 7800人となっている。2007年10月1日現在のデータでは、ご所の地区全体で人口6473人、世帯数2139世帯と推計されている。1980年代、秋田市では2000年代の市の人口を40万人と構想していた。この人口像の受け皿がニュータウンの建設という形で望まれ、 その候補地として、白羽の矢が立ったのが、秋田市の市街地と当時雄和町に移転してきたばかりの、秋田空港のほぼ中間地点にあたる、五所屋の地である。五所屋は当時建設が進められていた秋田自動車道の秋田市の玄関口となる、予定の地域でもあり、この交通の便の良さから県と市によって、工業、流通の新たな拠点となる、秋田テクノポリスが計画され、その中核として、 食住近接型のニュータウン、御所やニュータウンが整備されるに至ったのである。したがってご所のニュータウンは、県内有数の工業地域でもあり、地域の雇用の場として、積極的な企業誘致が行われているのが大きな特徴である。また、イオにあっきたショッピングセンター開業以後は、秋田市の新たな商業中心として、さらには、教育、福祉の拠点も整備され、事業名称である。 秋田新都市の名の通り、秋田市の中に新たな都市を作っている。五所や湯本地区は、工業、物流の拠点として用いられ、物流では、秋田市駅周辺部より、南部、東部の宅急便センターを統括している、山戸運輸の秋田機関支店、秋田別店、秋田南営業所や、福山通運秋田支店、日本通運航空事業部の航空秋田営業所等が設置され、 工業の拠点としては、現在は、イオン、秋田中央店が立地する、川尻町やザ・川口境に所在した山岡工業が、当地に移転している。秋田市ガス局の民営化の過程で、当地の都市ガス事業は、東部ガスが担当することになったが、将来的にカロリーアップをしない全域に対して行う方針であったことから、当初から 13A 方式にて導入されている。その後、五所や、 ニュータウンの方式へ合わせる形で、当初からの東部ガスエリア、旧市、ガスエリアの順に 13A へ統一する作業を実施している。1990年代初頭、すでに市の中心市街地では木打ち、共同車の縮小、セントラルデパートの閉店など衰退が始まっていた。その後秋田市の商業に決定的な影響を与えたのが1993年のイオン秋田。 ショッピングセンターの進出である。当時全国でも有数の規模だったこのショッピングモールの出現は、県外からも人を集める集客マグネットとなった一方で、中心市街地の空洞化に決定打を与えた。1997年には、青森の中山百貨店が進出。2006年には隣接して、フレスポ御所屋もオープンし、御所の地区は巨大な商業集積となっている。 計画人口1万1300人を目指した、ご所のニュータウンであったが、その後の不況、秋田県経済の低迷もあり、ニュータウンの人口定着は予想を下回った。市の人口の伸びも鈍化し、2000年代以降はほぼ停滞したことから、秋田市では市街地の外縁への拡大を抑制する方針へと転換。これを受けてご所のニュータウンの計画人口も、 縮小を余儀なくされた。従来国道13号より南側の地区が開発されていて、北側は未開発であったが、北側の土地用途の大部分を住宅から業務用地へと転換。これにより、すでに国道13号沿いに秋田伊佐尾新報の印刷センターなどが建設され、創業しているほか、スーパーセンターなども建設されている。ニュータウン建設によって、 国道13号9道が一部消失している。保育所幼稚園小学校、中学校高校総合公園地区、公園近隣公園外区公園。ありがとうございます。